これやってみますか、3のステージリミックス。はい。6分か。6分15秒。あ、こっから始まるの、いきなり。これあれですね、タップマンステージの中ボスというか。はい。あ、これね。ワイリーステージの、あれですね。そう、これちょっと、こっからいきなり始まるのは、ちょっと、あれですね。あら。よし、行けました。あ、これ、スパークマンステージ。はい。いやー。はい。あ、これか。これ、ジェミニマンステージ。簡単ですね、これ。これだけですよ。スライディングするだけで終わりで。はい。あ、これ、シャドウマンステージですね。まあ、3の方が難易度低いですから、まだやりやすいと思いますけどね。はい、1、2よりね、3の方がだいぶ難易度低いですからね。はい。やば。この爆風はダメージ受けますからね。しまった。長いな、ここエラー。終わりですね。もういきなりスライディング状態から始まるか。いい感あるけども、あんまり意味ないですよね。取っても。いい感あるからね。武器全部ある状態ですから。武器とアイテム。これだけなんや、ここ。あ、スネークマンステージですね。最初のとこですね、スネークマンステージのこれね。はい。あ、ブルースも出てくんの？ここあれ、マグネットマンステージのブルースですね、これね。ある程度ダメージ与えたら逃げていきますからね。ああ、やられた。そこ体力なかったのか。この音楽、遊園地みたいな音楽ですからね。ロックマンらしくないというかね。結構体力あるな、こいつ意外と。よし、逃げた。はい。あ、ニードルマンステージ。ニードルマンステージですね。音楽とかも全部覚えてますからね、ロックマンシリーズのね。はい、音楽でもわかるし、ステージの見た感じでもわかるし、タップマンステージですね。こっからか。いつもならあそこのはしごにぶら下がって倒すんですけど、こいつは。はい。はい。3分で、半分ぐらいでいけましたね。